きまーす。はい。お、待ち合い、え、おー140ぴったり。おー、すごい。いけ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 、103.5。あら、えけつカリバー、おとさん、お願いします。やばい、痛い。振り抜いた、膝まずいちゃった。痛い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 。さすがに。いや、だって野球選手だから、プロの。いやー、きっ、126。いたー。いいスイング。すげー力抜いて。いたー。下手くそー。ももに行っちゃった。これで野球のセンスがないの分かっちゃうよ。本当に芸人の収入がないっていう時期に、うん、1週間連続で納豆ご飯だった時があって、なんか3パック100円なんですよ、はい、納豆が、はい、で米は親から送ってくださるので、はい、それ1週間続けたらなんとちょっと太るっていう、うん、どういうことなんですか、ね、自己物件とか住んでましたから、お金ないから。そうですよね。自分が払ったのが1万7000円ぐらいで、はい、で6畳1間みたいなところで、あら、なんか残ってるんですよね、なんか前の方の、ね、なんか跡が残ってるんですよ。シミとして。いや、畳替えたら5000円かかるって言って、5000円だったらワンカップ大関何杯飲めるんですか。いや、そっち。まあ、この人倒してトップ取りたいって意味でやっぱスギちゃん、スギちゃん倒したいですね。スギちゃん、スギちゃんの首取ってやりたいですね。はいはいはい、なるほどね。スギちゃんもう首取られてるんで大丈夫です。本当に。いや、自然に首落ちちゃったからね。スッポ取っていっちゃった。事務所の先輩とかもね、いっぱいいらっしゃいますもんね。あ、竹山さんとかですか。竹山さんの椅子が欲しいわけじゃないですからね、うん、ほら、どういうことですか。今の言い方だとすげえカード差しますね。やっぱりインテリタレントってやらせてもらってるんで、やっぱり宮崎美子さん倒したいですね。違う、だって違うでしょ。そこですよね、やっぱ。